ついに参加104校を数えるサッカー王国静岡の県大会決勝戦。これに勝利し全国大会への切符を手に入れるのは、すでに全国大会2連覇の偉業を成し遂げてきた強豪南葛中学か、あるいは今年に入ってめきめき力をつけてきた大友中学か。大会前から優勝候補に挙げられていた両校だけに、誠に楽しみな一戦です。いいかみんな、今までは危なげなく勝ち進んできたが、今日の大友戦は違うぞ。浦部をはじめとした大友中カルテットのチームプレイ、またそこから新田につなげる攻めの起床パターンは無駄にならないものがある。また新田、特に彼のシュートには気をつけるんだ。新田のマークを怠るな。普段以上に今日は気を引き締めていくんだ。いいな。はい。いよいよ両校の入場です。客席の歓声は大きなうねりとなって場内を埋め尽くします。果たしてサッカー王国静岡を制するのは常勝南葛か、それとも新鋭大友か。翼先輩、今日はうちの実力を見せつけてやりますよ。ああ、楽しみにしてるさ。石崎、勝負だ。負けたら何でも言うこと聞くってことでな。おう、面白いじゃねえか。受けてやるぜ。南葛中のキックオフ、試合開始です。よし、俺たちはこの位置で打倒南葛、いや打倒翼にかけてきた。翼のスピード、フェイントに反応するため猛練習を積んできたんだ。お前ほどの才能はないけど、努力と練習量だけは負けてないつもりだぜ。翼よ、抜けるもんなら抜いてみろ。4人がかりできても抜いてみせる。と、反応の鋭さがあらゆる方向を止めに来ていた。当然さ、逃げ道なんてないんだからな。浦部君、それ。おう。新田君、それ。一旦後ろに戻します。よし。翼君、よし。ボールを奪った。うまく味方に渡るか。よし。アキ君、よし。スピードに乗ったドリブル。ふっ、翼君、高いボールに合わせ飛んだ。よし。よし、ボールを奪った。よし、わー、そう、はっ、はっ、それ任せろ。西尾君、ここはパスを出した。よし、俺はこの時を待っていたんだ。来いに行った。お前の挑戦、受けてやるぞ。ああ、両者早くも激突だ。しかし勝負を制したのは先輩格の翼君だ。タッチパス、これは通るか。よし、アキ君、何、パスを回します。それ、いざ
君、よし、ボールを奪った。さあ、うわあ、できなかっただろう。大友中のキックオフ。よし、それ横に出した。パスを渡す。はっ、なに、任せ。それはパスで様子を見るか。なに、どこかに当たってくれ。小田君、よし、前に出した。ここは他の選手に任せます。それ伊沢君、パスを出します。それパスを回します。よし、センタリングを上げた。あ、入った。
友中のキックオフ。浦部君、それ。アキ君、な、何？飛んだ。それ。よし。防げ。翼君、当てに出した。木杉君、なんとか抜き去った。